小淵沢オリーブ教会の皆さん、そしてオンラインで礼拝を捧げておられる皆さん、こんにちは。ラブヒムと申します。私はゴスペルクワイヤーのディレクター、そして音楽制作の仕事をしています。新型コロナウイルスの影響で計画していた様々なイベント、コンサートは全て中止になりました。生活がすっかり変わりました。いろいろなところに出かけてクワイヤーの指導をしていましたが、これまでのような大勢が一緒に歌う、そのようなレッスンを行うことができません。今はオンラインを中心としたレッスンを進めています。この生活の変化で気づいたこと、いくつかあります。どれほど自分が恵まれていたのかということ、今も神様と家族と仲間に愛されていることを実感しています。また自分の仕事を見つめ直すきっかけになりました。自分はこれまでやるべきことをやってきただろうか。今こそ本当にやるべきことを見極めて軌道修正するべきなんではないだろうか。そんなことを考えていました。また失ったものにも気づきました。私はいつの間にか静まる時間を失っていました。神様の声を聞く時間、その御言葉を心から受け止める時間、そのような神様に心を向ける静かな時間をようやく取り戻すことができました。このような中で平安と力に満たされる経験をしました。これから歌う今こそという曲はまさにこのような状況の中で生まれた曲です。何もかも失ったように思える時でも、神様は私たちと共におられ、私たちを良いもので満たすことのできるお方です。また私たちが弱さを覚えるような時に、その愛、恵みのありがたさを深く知ることができるように思います。皆さんに神様の豊かな祝福がありますように。当たり前の日常は当たり前なんかじゃなくて、与えられたかけがえのない日々、自分が選んできた道、もう後には戻れない。どこへ向かったらいいのか探している。今こそ空見上げよう、心開いたら怒りに包まれるよ、その先へ進もう。今こそ思い描こう、希望の未来を。心が愛にあふれる、その時を待ち望もう。誰かと比べてみたり、人の目を気にしてたり、そんなことに縛られず自由でいたい。認められることより誇りに思えるように、ありのままを慈しみ抱きしめたい。今こそ空見上げよう、心開いたら光に包まれるよ、
その先へ進もう。今こそ思い描こう、希望の未来を。世界が愛にあふれる、その時を待ち望もう。今こそ立ち上がろう、今こそ歩き出そう、今こそ支え合おう、今こそ愛し合おう、今こそ前を向こJesus, Jesus, 天より高く
深く、あなたの道は続いてる。海より広いあなたの腕に抱かれている。どこへ行こうとも、あなたの道は続いてる。海より広い、あなたの腕に抱かれている。あなたの愛は天より高く、あなたの力天より高く、あなたの栄光天より高く、天より高く。